サミュエル・コール・リッジ・テイラー。サミュエル・コール・リッジ・テイラー。サミュエル・コール・リッジ・テイラー。1875年8月15日から1912年9月1日は、ロンドン生まれの根欠のイギリス人作曲家。アメリカ合衆国において作曲する指揮者として、名を馳せ、黒いマーラーと呼ばれた。ロンドンのホルボーンに生まれる、父ダニエル・ピーター・ヒューズ・テイラー。 ダニエル・ピーター・ヒューズ・テイラーは、シエラ・レオネ出身のクリオ人医師で、母アリス・ヘア・マーティン、アリス・ヘア・マーチンは、イギリス人であった。サミュエルの名は18世紀の詩人、サミュエル・テイラー・コールリッチにちなんでおり、元来コールリッチは、ミドルネームであって、ハイフンによって、テイラーと結ぶのは印刷業者の手違いだったのだが、本人も作曲家として活動するにあたって、 この二重政風の名乗りを用いるように言った。父は大英帝国により剣士官としてガンビアで雇われた後、息子の生後に西アフリカに戻った。コールリッジ・テイラーは母と母の養父母であるホルマン家により養育された。ホルマン家は音楽的な環境にあり、コールリッジ・テイラーの実父と文通して、彼の,の父親に息子の名声を広めさせようとしたが、 現在シエラレオネで、コールリッジ・テイラーの名は全く忘れられている。英国王立音楽大学に進み、チャールズ・ビリアーズ・スタンフォードに指示する、スタンフォードは後に、ハイアワサの婚礼の初演を指揮することになる。その後は、クロイドン音楽学校、クロイデン・コンセルベトワにおいて、教鞭を取る傍ら学生オーケストラを指揮した。1899年に、 音楽大学時代の同級生、ジェシー・ウォル・メズリー、ジェシー・ウォル・メイズリーと結婚するも、根結に対する偏見ゆえに、妻の両親の反対にあった。妻との間に、息子・早ハイ早ワ,ワサ、1900年から1980年と、グウェンドリン、グウェンドリン、1903年から1998年を設ける。グウェンドリンも長じて作曲家となり、後に、アブデル、 アブディルと解明した。まもなく、作曲家として評価され、還元楽のためのバラード委担長、バラードイン、A マイナーが、エドワード・エルガーの推薦を得て、スリー・クワイアーズ・フェスティバルにおいて初演され、初期作品は、ノベロ社の有力な楽譜出版社で、音楽評論家だったアウグスト・イエーガーにも賞賛され、イエーガーは、友人・エルガーにあてて、コールリッチ・テイラーは、天才であると書きそうだ。 コールリッジ・テイラーはアフリカ系アメリカ人から非常に尊敬された。1901年にはワシントン DC において200名からなるアフリカ系アメリカ人によりサミュエル・コールリッジ・テイラー協会と名乗る合唱団が設立された。初期の成功によって1904年にはアメリカ合衆国に演奏旅行に行くことができた。その地で次第に アフリカ系の文化遺産に興味を寄せるようになり、ブラームスがハンガリーの音楽のために、ドボルザークがボヘミアの音楽のためにしたことをアフリカの音楽のためにしてみようともくろんだ。アフリカ系アメリカ人の詩人ポール・ローレンス・ダンバーと出会い、その詩のいくつかに曲付けをしただけでなく、黒人としての自覚やアメリカ大陸の音楽に影響されるようになった。 三回の訪米はいずれも大成功に終わり、黒いマーラーの称号を勝ち得ている。コールリジ・テイラーは、生涯を通じて打ち気であったが、指揮にあたっては、的確に指示を出した。数々の音楽祭では、講師や審査員として弾く手あまたであった。非常に、優しい人柄で、とりわけ不運な黒人に親切だった。また、作曲家が自分の力作に対して、 満足な報酬を受け取っておらず、しばしば無条件で著作権を売り渡しており、それゆえに印税が消滅して、出版社の手に渡っているという現実を念頭に置いて、あまりにも多くの金を他人に分け与えた。1912年秋に、過労と肺炎により溶接する。37歳であった。未亡人はほとんど無一文であったが、常時5 0より、年間100ポンドの恩給を貸しされ、 暴風に対する世評の高さを証明した。同年ロイヤル・アルバート・ホールにおいて、追悼演奏会が催された。コール・リジ・テイラーの最も成功した作品は、おそらくカンタータ、ハイ・アワサの婚礼、ハイ・アワサ・エス・ウェディング・フィーストであろう。この作品は作曲者の生前から、イングランドの合唱団によって幅広く上演され、ヘンデルのメサイアやメンデルス像の エリアに肩を並べるほどの人気であった。ハイアワサの婚礼に続いて、カンタータ、ミンネハハの詩、ザ・デス・オブ・ミンネハハと、ハイアワサの旅立ち、ハイアワサ、エス・デパーチャーが、また、演奏海用助曲、ハイアワサの歌、オーバーチュアツーザ・ソング・オブ・ハイアワサも作曲された。マルコム・サージェントは、1928年から1940年にかけて、 ロイヤル・アルバート・ホールにおけ12年間に膨大な人員を迎えてハイアワサの婚礼を上演し圧倒的な評判を取った。ハイアワサの上演が終止符を迎えたのは第二次世界大戦の勃発による。この他に一連のアンセムやバイオリンのためのアフリカ部曲、アフリカンダンシズなどの室内楽曲を完成させており演奏会用小祖曲、フツゴ、 口すいてでコンサートは今でも定期的に演奏される。コールリッジ・テイラーは詩人コールリッジにちなんで名付けられたにもかかわらず、どうしたものか、クビラやセの伝説、ズ・レジェンド・オブ・キューブ・ラ・カーンを除いて、コールリッジ作品には曲付けしなかった。バイオリン競争曲は作曲者の存命中にアメリカ合衆国での上演が予定されたが、パートフが、 タイタニック号によって運ばれたために演奏が遅れた。1998年には、ハイアワサの婚礼作曲100周年、記念演奏会において、ハーバード大学のサンダース劇場で、バイオリン競争曲が上演されている。フリーランスの音楽編集者、パトリック・メドーズは、コール・リッチ・テイラーの3つの重要な室内楽曲を発見した。いずれも、明らかに未出版で、 音楽家の手に渡ったことのないものだった。メドーズは、ロンドンの王立音楽大学にて、譜面の副写を受け取ってから、90奏曲、ノーネット、ピアノ50奏曲、ピアノ30奏曲の実用版を作成した。これらは、その後、メドーズ主催のマジョルカ当室内学フェスティバルにおいて、上演された。1990年代に、これらの米国初演を果たした。 コールリジアンサンブルは90奏曲や弦楽四10奏のための幻想的小曲集、フォンテジークかフォーストリングカルテット、ピアノ30奏のための6つの黒人民謡、6、ネグロフォークソングス4ピーパーノトリオの世界初録音を実現させている。ピアノ50奏曲はナッシュアンサンブルによる録音が2007年秋に発表された。2006年にメドーズは遺作の 公共局委担長の正反を終えたほか、王立音楽大学所蔵の実質部、配置部局、ヘイション・ダンシズの編曲も終えた。校舎は、実質的に、ノベレッテ、ノーバレットンの異名同局に他ならないが、作曲者自身により、公共局の感情学賞に基づく、第五学賞が挿入されている。配置部局は、弦楽合奏とタンブリン、トライアングルのための作品である。 初演は2007年8月に、マヨルカ島において、ミッシャ・ラフレフスキー式クレムリン室内還元楽団によって行われ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。